ですね、ヒストリックギターの HGT アンプ2というですね、あのツイードタイプのアンプ、以前にも、入荷しております、好評のアンプなんですけども、こちらのアンプがちょっとバージョンが変わったというかですね、新しいバージョンを入荷しましたので、ご紹介したいと思います。まあ、見た目は何も変わってないんですけども、ちょっとロゴがこう太くなってますので、まあ、これだけではなくてですね、サウンドの方が変わってます、一番の変更点はですね、このスピーカーケーブルなんですけども、いわゆるヴィンテージケーブルとしても有名なウェスタンエレクトロニクス WE のケーブルですね。 WE のケーブルを、AIW という、会社がですね、まあ、あのもともと WE から委託されて作っていたという事実がありまして、そこの AIW が再生産を、全く同じ素材でもう一回同じものを作るという形で作ったこのケーブル、もちろんこのケーブルだけでも取り扱いがあるんですけども、こちらのケーブルを、スピーカーケーブルの部分に使用しています。音の特徴はですね、ジェンセンのスピーカーが入ってるんで、オリジナルは結構こうトップエンドが伸びる、でローも割とこう膨らんだ感じで聞こえたんですけども、あの全体に音に締まりが出て、ミッドレンジにものすごくこうパンチがあると、単純に太くなってます。で、あの当店別注 のトンタビも搭載モデルというのもあったんですけども、今回は一応そのままの方があのキャラクターがより分かりやすいかなということで、まあ、お値段も少し、お求めやすい価格になりますので、レギュラーの HGT アンプのケーブルをカイダーバージョンというものを、ラインナップに加えました。フッチーズで取り扱っておりますので、ぜひ、チェックしてみてください。ちょっとサウンドを聞いてみたいと思います。まあ、こうかなり大音量出ます。これでも半分ぐらいですけどね。で、例えばこう家で使う音量まで、ボリュームを下げていますね。この辺のミニマムのボリュームがすごくこう可変幅が広いというのも使いやすいところだと思いますけど、例えばこんな音量まで下がりますね。今日話し声が高いので、あのかなり小音量でもハイゲインのドライブサウンドが楽しめると。もうツイードをフルテンにした時よりも歪むんじゃないかという感じですけどね。で、まあちょっとスタジオなんか、あとはちっちゃいカフェとかですね、そういうラウンジなんかでやるライブだとこのぐらいの音量が出ればいいかなと弦が高いので、少しこう落として。倍音がこう少なくなった感じ。この状態で少しボリューム絞ると。するかを、チェックしたいと思いますけど、今はフルテンの状態です。ボリュームは家でやるより少し大きいかな。これがまあ大体家だとこのぐらいかな。もう分かりやすくもう少しありますね。ハイゲインですね。ハードロックできちゃうぐらいのゲインがあります。で、時計3時ぐらいの方向ですね。
少し倍音が落ち着いた感じ、このぐらいが一番使いやすい原因じゃないでしょうか。で、12時ぐらいですね。ちょっとツイードアンプが歪んでいったくらいの原因。もう強く弾くと歪む、弱く弾くとクリーンっていう使い勝手のいい音ですね。で、ここで時計が9時ぐらい、この辺になるともう本当に、真空管のクリーンな音ですね。このぐらいの歪みというかアンプのセッティングに、オーバードライブをペダルでこうかけてもいいんじゃないかと思いますね。とってもレスポンスが速くて、トーンも何もついていないので、音の通りがすごく速いと。で、トーンが入ってないイコール下音のまま出ますので、音が太いです。非常に使い勝手のいいアンプだと思います。ご自宅から小規模なライブまで、スピーカーアウトついてますので、スピーカーアウトに、他の外部のスピーカーユニットをつなげると、もちろんもっと音大きくなります。これ中には10インチのスピーカーが入ってますので、12インチのスピーカーなんかにつないであげると、もっと上と下がこうちょっと伸びた感じの音になりますので、ロックっぽくしたい方は12インチにさえてもいいかなと、ブルースの方は10インチでこのまま楽しんでもらってもいいかなというふうに思います。なかなか小型で取り回しの良いアップなので、ぜひ試してみてください。